橋竹下敦です。本日ご紹介するのはですね、こちらギブソンと言いたいところなんですが、グラスルーツ製のレスポールです、はい、でこんな感じなんですね。でヘッドにはギブソンって書いてあるんですが、これグラスルーツの方もらってました。グラスルーツさん、ESP さんですね。ということで、練習したんですね。誰にでもできるあのホテルと思います。でやってる最中に自分の指のここをカッティングしてしまいました。はい、これ相当に痛いです。まあそれぐらい練習するとこうね。ミンディスは難しいとか省略しちゃえば、あ、これもね、もうね、ゆっくり。これいかにプリングオフが正確にできるかの練習なんで、早く弾くことよりもプリングオフをこう正確にやるようにね。そのうちこういう風に、で、できるようになるんで、はい、皆さんね、ぜひ、ギターの大元のさがこちらにテロップ出るかな、黒沢楽器、G クラブ東京でお買い求めください。素晴らしいね、アフタースタイルズと優秀なスタッフが揃っております。それでは、また次回のお会いで、はい、次回の動画でお会いしましょう。See you soon です。